小山田古墳は奈良県高市郡飛鳥村河原にある古墳。形状は宝墳。史跡指定はされていない。第34代女名天皇の初装置の勝谷岡や蘇我園墓の大量に否定する説がある。奈良盆地南園、丸山古墳と飛鳥村、大畑岡を結ぶ道路北側の低給料南面に築造された巨大宝墳である。近年発見された。 埋没古墳であり、現在の古墳域には奈良県立アスカ用語学校が立地する。これまでに数字の発掘調査が実施されている。墳形は方形。一辺は東西で72メートル80メートル長、南北で推定70メートルを測り、アスカ時代の宝墳としては最大規模になる。主体部の埋葬施設は横穴式石室とみられ。 石室の沿道跡が検出されている。沿道幅は2.6メートルを測り石舞台古墳と同程度で谷首古墳を上回るほか、沿道長さは8.7メートル以上を測り石、舞台古墳級と推測される。沿道入り口は判明したが原質部分は未判明であり、石室の全体規模は未だ明らかでない。この小山田古墳は出土時から古墳時代終末期、 アスカ時代中頃の7世紀中頃の築造と推定される。仮想では6世紀後半の集落跡が認められており、築造の際にはその集落を潰したと見られるほか、築造後の7世紀後半にはすでに掘割の埋没が認められる。被葬者としては、除名天皇の初葬地とする説のほか、蘇我蝦蘇の墓とする説が挙げられている。なお、付近では、 勝武古墳などの古墳の分布も知られる。小山田古墳の実際の被葬者は明らかでないが、一説には、第34代、除名天皇の初装置の、勝谷岡に否定される。日本書紀によれば、同天皇は、除名天皇13年に、下良宮で崩御した後、皇玉天皇元年に、勝谷岡に葬られ、皇玉天皇2年に、押坂領に改装された。 この除名天皇の発想地に否定する説では、本古墳が当時の最高権力者の墓とみられる点、墳急斜面の階段上位質みが段の塚古墳と類似する点が指摘される。丘陵左に小渕古墳右に小山田古墳一方、本古墳を蘇我蔵が生前に築いた大量に否定する説もある。日本書紀によれば、蘇我蔵は皇玉天皇元年に、 総墓を混乱に作り、蝦夷の墓を大量、このイルカの墓を少量と称したほか、光玉天皇三年に関東大岡に屋敷を建て、光玉天皇四年に滅ぼされて、カバネは墓に葬られた。この蘇賀蝦夷の墓に否定する説では、蘇賀蝦夷が当時に天皇と並ぶ県政を誇った大豪族である天、当地が天かの宮に近い場所である天。 西隣の小淵古墳がいるかの少量とみなせる点が指摘される。注釈原点出典。ありがとうございます。